猫の折り方の説明をします。完成したサイズはこれぐらいになります。普通の折り紙用紙、裏と表が違う色の紙を2枚用意してください。まず1枚目です。体の部分を折ります。半分に折り筋をつけていきます。紙の縁を真ん中の線に合わせて折ります。すべて折るのではなくて上半分だけ折ります。再び半分に折ります。紙の角2枚の方がとんがるように三角に折ります。折ったら戻します。端を斜めの線に合わせて折ります。こちらの端も同じように合わせております。戻します。紙2枚を斜めの線に合わせて折ります。折り筋をしっかりつけて戻します。下から広げて三角に潰します。白い三角のところが隠れるように斜めに折ります。もう一方も同じように斜めに折ります。戻します。紙の縁を持ち上げながら斜めの線を折り、真ん中に三角ができるように整えながら折ります。ひっくり返します。反対側に倒しまして、下から広げて左右対称になるように整えます。端を内側に押し込むように折ります。ついてる折り筋を使って折るときれいに折れます。四角いところを上に持ち上げます。前足の部分を折っていきます。中張り折りをしていきます。下から上に倒します。先のとんがっているところを少し折ります。上と下を合わせるように半分に折ります。三角を半分に折ります。台形になった部分を下に下ろします。ひっくり返しまして角を斜めに折っていきます。下の角も適当なところで
ります。体のシルエットが丸くなります。体のパーツはこれで完成です。続いて頭のパーツの折り方の説明をします。髪を半分に折ってカッターなどで切ります。そうしますと長方形の紙が2枚になります。2枚のうちの1枚を折っていきます、はい、まずは半分に折ります。広げます。縁を線に合わせて折ります。さらに縁を線に合わせて折ります。全部戻します。今度は上の縁を線に合わせて折ります。はい、今度は髪の縁を外側に向かって折ります。戻します。角を三角に折ります。反対側も同じように三角に折ります。三角を戻します。三角を中に押し込みます。反対側も同じように押し込みます。下から上に紙を折ります。紙の端を真ん中に寄せるように折ります。下側の部分になります。紙を段折りしていきます。白い部分を斜めに折ります。反対側も同じように斜めに折ります。中から紙を引っ張り出すように折ります。隙間から広げて左右対称になるように潰します。紙を反対側に倒して半分になるように折ります。斜めに折ります。下の三角を反対側に倒します。これを反対側も同じように折っていきます。斜めに折ります。下の三角を反対側に倒します。端っこを三角に折ります。戻します。反対側も同じように折り筋をつけていきます。白い隙間のところを広げながら両端を真ん中に持っていきます。白い隙間を広げながら端を真ん中に持っていきます。下の隙間を広げて白い三角が潰れるように折っていきます。角を適当なところで折りますと顔のシルエットが丸くなります。耳を斜めに折ります。ひっくり返します。下の部分を上に倒します。
花の角を少し折ります。白い角を少し折っていきます。下の角も適当な位置で折ります。これで顔のパーツは完成です。続きまして、尻尾の折り方の説明をします。先ほど切った長方形の紙を半分に折りまして、さらに半分に折ります。小さい長方形の部分ができるので、その部分をカットで切り落とします。この小さい長方形で尻尾を作ります。半分に折ります。広げます。紙の縁を線のところに合わせて折ります。反対側も同じように折ります。真ん中で半分に折ります。適当な位置で折り筋をつけまして、この斜めの線を使って中割り折りをします。尻尾の先を丸くするので、少しだけ三角に折ったら完成です。のり付けをしていきます。尻尾の根元にのりをつけまして、体につけます。体の上の部分にのりをつけまして、頭をつけます。これで完成です。お疲れ様でした。